アイオンの宮、巨海宮へとたどり着いた聖夜と紫龍。そこで二人は壁や床に無数の死人の顔が浮き出ているという異様な光景を目にする。それはカニ座キャンサーのゴールドセインとデスマスクの見境のない殺戮がもたらした結果だった。死人の顔の中に女子供のものまであることに気づき、怒りに震える紫龍は聖夜を先に行かせ、1対1でデスマスクと対峙するのだった。この巨海宮に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海宮を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこの死に全力を込めてお前を倒す。いいだろう紫龍、お前とは五老法での因縁があったな。今日こそあの上のトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ石式冥界派。なんだこれは。うわー、お前を倒すために沸騰しているのだ、この竜の血がな。よかろう、五老法での決着を今つけてくれるわ。はいと、目が見えない。ここは石式なのか。紫龍よ、これから貴様を確実に四国に叩き落としてやる。野崎昇竜派、野崎昇竜派。あの遠くに見える人影は、あの人の姿はもしかして氷河なのか。一向に行っておりません。あの人たちが行こうとしている場所は地獄。すごい総領だ。しかしどうすればここから脱出できるのか。耳を澄ますのだ紫龍。ウィナー、この最強の剣と盾の前に敵はない。これぞ鍛錬の賜物。神様、どうか紫龍をお守りください。お願いします、紫龍を。誰かが紫龍の魂を石式から呼び戻している。これは五老法。そこか、うせろ小娘。よせデスマスク。あああの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ、これで二人揃って仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。何バカな、紫龍からゴールドセイントをもしのぐほどのコスモを感じるとは一体。今や俺の血一滴までもが沸騰しているのだ。お前は竜の逆鱗に触れたのだ。いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと、決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロス、ゴールドクロスをまとっているからだ。うっやバカな、キャンサーのゴールドクロスが全て俺から離れただと。おそらくゴールドクロスの意志、悪に染まったお前をクロス自身が
ゴールドセイントと認めなくなったということだ。しかし、いくら同情の余地もない男とはいえ、そんな無防備な相手に手を下すなど、この死竜の誇りが許さない。さあ、これで対等だ。あとは互いのコスモの力のみが勝敗を分ける。デスマスク、お前はこの死竜の逆鱗に触れたのだ。俺様をなめるなよ。ファイト。コスモの勝負ではゴールドセイントの俺の方が上だ。コスモはまだブロンズセイントの息を出ていないからだって、マジで真のセイント、たとえ一瞬でも俺のコスモゴールドセイントの息まで高められるはずだ。この死の国で石式冥界波を食らいつけると、おそらく魂はズタズタになり、未知なる次元に飛散し、未来永劫現世に転生することもあるまい。ウィナー、お前にゴールドクロスをまとう資格はない。これぞ鍛錬の賜物。誰か俺のコスモに直接語りかけてくる。あの声はもしや老師。春霊は無事なのですか。よかった老師、ありがとうございました。あ、シリュウ、君まさか目が見えるように。見える、いつの間にか見えるぞ。そういえば以前老師に聞いたことがある。生命の源であるコスモを最大限まで高めることで肉体は治療や薬を超えた奇跡的な回復をすると。シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとうシュン。さあ急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。